俺、女のスポーツほんとゴミだと思ってんだね。女のスポーツ見てる奴は男じゃねえと思ってるぐらい、アンチ女のスポーツ派なんだけど、やっぱりさ、あのー、男と女比べちゃったら、スポーツでどっちが面白いってやっぱ女の、あの、男じゃん。なんだよ。もう,こもう、極論言っちゃうと、日本の女ってバカばっかりなのね、多分。<laughs> だから、普通だったら家閉じこもってさ、あのー、家事すんじゃん。世界の女って多分家事してると思うの。だから、日本、日本の女ってさ、家事しねえでさ、スポーツやってんじゃん。だから日本の女はスポーツ強いんだよ。 じゃね普通に家事してんだろ家庭に入って。むしろ世界の方が働いてるそうなの。それはお前の見だろ。そうなのかなだってさ、そんなさ、日本人の女性が身体的に優れているっていうさ、理屈が分かんなくない別に男女変わんないでしょ。 言っちゃなんだが、女を守るための男は数倍の力を発揮するから間違っちゃう。そうだよねなん、どんな時に一番男性が力を発揮するかってやっぱさ、大切なものを守る時、じゃん。女の子は宝物なんだよ。汚く、汚れてるけど男性にとっては宝物じゃん。俺だから女が嫌いなわけじゃないんだって。女はバカで、ね、クズだけど、男にとっては宝物だから、出しゃばんなよっていうさ、ことなの。 だ、そうすれば男性が頑張るじゃんど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 んさ、女が家でさ、なんか便所の掃除だのさ、家のさ、飯とか作ってくれて、あ,ありがてえな俺がお前を守らなきゃいけねえなってなってどん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 国はさ、国力を高めていくじゃんロバグレーで俺が認めてんのは女でロバロバクラスじゃねえと俺は認めねえから。ロバと吉田沙織と、ヒラリー・クリントン。あと、大義地影。 あと、蓮舫。あと、メルケル。あと、ジョイナー。あと田 <laughs> 田、田島。田島洋子。田島洋子ってさ、あのー、あれだっけ女、洋語派だっけ田島、田島洋子はどうあれ、超やばそうじゃない田島洋子やばそうじゃない勝てねえよな、いくらなんでも。フェミニストなんだ。いい立ち位置だな。 えぐいよ、ね、俺なんかよりよっぽど便が立たさやべえだろうな逆らわないにしよう田島だけには <laughs> お前の将来のライバルだぞ俺,俺の将来田島なくなってるだろう何歳もう70歳ぐらいでしょ田中真紀子もな ああいう女性はやっぱもう素敵じゃん。あんな別にじゃあ自分が女だと思ってねえつうか。別に男性とか女性、うちの母にも言えることなんだけど、もうね、ジェンダーとか考えてないの。別に自分を女,女だからこうしてとか言ってないの。一人間として、組織の中で単純に必要とされてる人間っているわけじゃん。田島とかさ、連邦とかさ、異心倍、異心倍は別に関係ないでしょ。だから別にその、本当に優れてる人間であるのならば、男性とか女性とか、そういうことをね、 性別の差を超えた関係が取れるわけだよ。会社にとって必要な、であるならばね。そこを、やっぱ主張しちゃいけないとかさ、なんかさ、安倍さんがさ、今、この国の会社経営者は、9割が男性だから、その比率をなんとか3割まで上げたいって言ってたじゃん。別に、男性は女の子に会社を経営するないよなんて、まだ、もうね、 人類、日本という国が生まれた、山大国から日本が生まれて、縄文時代から日本という国が、ね、できてね、2000年経ってて、誰一人として言ってないんだよ勝手にあいつらが、能力がなくて会社経営してないだけなのにも関わらず、あえてその無能たちに会社経営させようとする、俺、そう意図がわかんない。説明してほしい。俺に。<laughs> 誰も言 いいじゃん、勝手に。男から金出してもらってさ、爪の会社とか消せればいいじゃん。つけまつ、男の人、ね、谷町がなんか、パパがなんかから1億ぐらい引っ張ってきてさ、なんか、ね、ネイルの会社とか立ち上げりゃいいじゃん、別に。<laughs> 爪の会社。じゃ安倍ちゃんがフェミなのは、多分、やっぱね、理由があるよ。人気商売だから。やっぱ、女性と、年寄りに、 女、子供、年寄りには媚びなきゃいけないの。なんでかっていうと、ね、なんだと思う弱いものを守っている強い男っていうね、イメージつけなきゃいけないでしょだから、もう女性は怒っていいと思うよ。私たちを弱いものとして見るなんて。ダメだよ。 DNA の社長とかの有,に有能について何や、DNA って有能なのまじ、有能だろうな。あそこまで。それ彼女に言ったらドン引きされた。ここだけにしようぜ。日常生活で言ってたら、俺たちは首を跳ねられるぞ絶対。首を跳ねられるよ。確実に。ダメだよ。ダメダメ。この放送見てる女はどんな気分なのエツにしたってんだよバカだから。<laughs> そうだよね女ってマジうぜえって。俺そんな一番キレだからって言っとくけど。 この放送で納得してる女。マジでそうだよねって。そう、シャニ構えてる女が一番、女、女のカテゴリーでも、最下層。気づいてない女。<laughs> 気づかざる女。ダメなんだよ。ちゃんとイライラしなきゃダメだね。イライラした上で俺についてこないといけない。分かり合う必要はないだろうが、俺たちは。俺たちは友達かいいや、違う配信者と視聴者という関係だろ。彼氏彼女でもない。 ついてきてくれ。俺のこと嫌いになりながら。おめえらに嫌われてもクソの役の、毒にも薬にも、薬にもならねえから。頼む。来てくれ。最近俺ツイッターの福若作って、なんかあれ、あいつと喧嘩してるわ。<laughs> なんかあの <laughs>、女子高生で、すげえ女、男ってマジバカだよな、みたいなやつに中学生のふりして、クっソボッコボコたで、うるせえしねえよバカがよ、みたいな。男に男のな、 男になり、もう、あれだよもののけ姫みたいな言い方で、男にもなれず女にもなれない、汎用がみたいな。鏡見てから言えよ、ブスがよって。顔だけにしろ、ブスだよって。俺の福岡特定しないでくれ。夜なよな。深夜の工房だな。吉岡聖十郎みたいな感じで、おめえらの見えねえところで俺は一人ずつ女を消してるから。おめえら言っても口だけじゃん。俺は一人ずつそういう、俺にとって邪魔なやつを消してくから、日本人の。 一人ずつな。会長みたいに。お次を送れよって。お前のネットライブ充実しな。最近もう、あの、正月でさ、めちゃくちゃになっちゃってさ、さっき起きて。どうしようって。